どうも、こんばんは、エヌムです。今回は東京グルリ、インボーク、駆逐、築山衆を駆逐せよの A に挑戦していきたいと思います。使っていくパーティーはこんな感じですね。死神配線真ん中に置いて、いつものように後ろに、ごとつした絵とで、前衛の右なんですけども、ランタンですね、かぼちゃ野郎ランタンを起用しました。こいつのスキルがですね、3ターンの間味方全員の防御力を 1.5 倍かつ味方全員全ての状態異常を直すということで、築山はですね、防御力ダウン、強力な防御力ダウンを行ってくるので、まあこいつでね、防御力を上げようという、まあ、サイコも、防御力を上げるスキルなんですけども、まあ今回ねランタンも使えるよということで、こいつイベントさんの SSR ですね、ガチャさんじゃなくて。で、金木、誕生日金木ですね、1年前の、これも5突して武器評価もマックスにしてるやつですね。でまあ申し訳程度のオールなんですけど、あそこは申し訳ない。ここね、知らずフェスゲの知らずが前回かな、オールの時に当たってたんで使おうかと思ったんですけど、まあ強化素材がないのなので、足りないんでね、まあ、今回はオールということで火属性で固めたかったんですよ。築山が草タイプなんで、まあいいでしょう。とりあえず今回は防御力を保ち続けることが大事で、相手の攻撃力をエトで下げる、完全に耐久戦ですね。行きましょう。あー、ランタンしくったな。ランタンにスキルチャージさせるような立ち回りしてればよかったな。まあね、あのかなりね、死神とオールどっちが強いですかっていうコメントは来るんですけど、あの比べようがないですね。あの本当使いどころによりますね。火力はオールの方が出るし、こいつ避けるんで、あの死神はその点から言うと耐久戦はこいつの方が向いてるから、もう比べようがないですね。でとりあえず誕生日カネキカグネ出して、でランタンで防御力を上げていく。いいね。まあ、やっぱこういうさ、イベントさんのキャラを使うのって結構ワクワクしないかい。まあ、こいつも使えるんだよってところをね。ああ、来たか。 0.4 倍、これはねきついんだよな。オッケーオッケーオッケー。死神にね死なれちゃね、困るんですよ。あー、これやべ、これ前回スキル使っときゃよかったな。ここをエトでやりたいんだけど、これで誕生日カネキでね、あいつをブレイクさせて、遊び足りない。いけるかな。OK、 いけそうだね。でこいつ待てよ、武器耐久値こいつ 何歩下げるんやっけな。マイナス6ですね。ってことはブレイクしていく。危ない危ない、ギリギリだね。でエトを打ちましょう。で出血ね。まあこいつで出血させられるから、オール連れてきたのはあながち間違いではない。でまあこのターンはこれで終わりかな。まあ、サイコはね、回復するスキルも持ってるんで、まあ優秀っちゃ優秀なんだけど、サイコの方が。まあいいじゃん、イベントさん SR を使えるっていうことをね、ここで俺が証明することによってね、まあ、ガチャさんに頼らなくてもいけるよっていう。まあこのイベントリニューアル前なんで、リニューアル前のジェイルイベー、ジェイルじゃねえわ、ジャックか、ジャックイベーなんで持ってない人か、あのかなりいると思います。流れ、あのさ、今の死神をさ、シフトチェンジして後衛から前衛に出すと、下がれ下がれってさ、クッソイケボで言うんだよ。めっちゃいいよね。あー、サイコ出そうかな。
俺ランタンね嫌いじゃないんだけど、ガチャで来なかったよね確か。ジャックイベント時来たのが有馬と、あれ有馬だけだっけ。学生有馬は来たんだけど他来てたっけな。他はランタンも、やべえ名前忘れちゃった、やべえ名前忘れちゃったよあの SR できたと思うんだよ。大事なところで名前を忘れていく。これちょっと最後出そうかな。あー、金木のカグネが溶けてるな。働きます。オッケー。なんかしてきたっけな後ろの方になると。そんな一撃必殺みたいなもんは。あー、武器耐久値を5していく。マイナス5やられて武器耐久値全開。まあ今のマイナス5でもしオールに特攻がかかってなかったらあれですね、あのオール行ってましたね。よしよしよし、で江戸のスキルを打って攻撃力を下げて変われ。めっちゃかっこいいよな。変われ、下がれ、変われ、はい、これで締めと。まあ最終ターンあいつが何もしてこなければ全員生き残って勝ちかな。アモーレ、危ない。危なかったね。はい、ということで今回はですね、まあ、こんなパーティー、ランタンイベントさんのランタンを起用した、築山衆駆逐の A 挑戦でした。まあ、なかなか今回強いですねこの駆逐の築山は。ということでですね、また次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。